アウトドア好きの皆さん、こんにちは。屋根屋のちーぼーです。皆さんね、冬キャンプどうお過ごしでしょうか？まあ結構寒いね、あの地域にお住まいの方もそうでない方もね、まあこの時期はちょっとしんみりこう空気がねいい感じになっていると思うので、まあ楽しく野営過ごされていると思います。僕もこの間ねポーランド群幕でまあ一泊してきたんですけど、まあ動画にもなってますね。あれでまあちょっとね、ちょっと疲れてたので、どうしようかな、行くのをやめようかなとか思ってたんですよ。前の日ちょっと飲んでたんでね。なんでだけど、まあちょっとねまあ行ってみるかということで、まあ、あの野営地に赴いたわけです。だけどやっぱね、行ってよかったっていつも思うんですよね。なんかこう体調少し悪い時とか、なんかちょっとこう腹に力が入らないなって時も、まあ、野営地に赴くと最終的には、あ、なんか来てよかったな、この焚き火が見れてよかったなっていう感じになると思います。まあそれは皆さんも結構そういう経験あると思うんですけど、はい。まあそれはさておきですね、今日はそんな野営地での過ごし方のお話です。まあ皆さんね、どんな過ごされ方してますか？まあ昼寝が好きだよって人もいれば、まあ、ずっとねしっぽりお酒を飲んでるんだよって人もいると思います。だけどまあ僕の中での過ごし方っていうのもありまして、まあ普通に撮影にねいつも行ってるので、あの基本的にはずっと撮影をカメラを回してね、あの何かしらこうガチャガチャ撮ったりするんですけど、でもそれ以外の過ごし方っていうのはね、まあ撮影の裏側ではないんですが、まあ、それ以外にどういう風に僕は過ごしてるのか、まあ、どういう遊び娯楽っていうのをまあ山に持ってったりとかして、まあ、楽しんでるのかっていうことをね、まあ、今日はちょっとシェアさせていただこうと思います。まあどっちかというとね、あのなんかアウトドアあるある的な感じのお話になってくるとは思うんですけど、あ、それやるよねみたいなこともあると思いますし、まあブッシュクラフトとかね、まあキャンプ初心者の方にとっては、あ、そういう過ごし方もあるんだみたいな、なんか一つのね発見にしていただければと思いますので、まあぜひね最後までご覧ください。ではやっていきましょう。じゃあね、最初はまあ時期的にちょっと今はねやってないんですけど、よく夏場とかにやる遊びはまあ川遊びですよね。で川遊びの中でもやっぱ一人で野営地行ってね飛び込みやったりとか、なんか潜ったりとかするのはあんまりしないんです。まあ皆さんもあんまりする人いないと思うんですけど、まあ川遊びの中でも僕結構ね、あの水切りとかが好きで、まあ皆さんもね、あのよくやる人多いと思います。まあ子供とかとね、あの一緒に遊んだりとか、まあ何人かで行った時にこうどこまで飛ぶか、何回飛ぶかみたいなねことをやる人も多いと思います。なので結構僕も水切り好きなんですけど、まあ水切りね、まあコツみたいなのはちょっと今ここでお話ししてもあれだと思うんですけど、まあこうね手首のスナップを効かせてとかね、まあいろいろあるじゃないですか。まあそういったことも楽しいですよね。でまあ水切りもあるんですけど、まあ水切りよりも僕は好きなのが一つありまして、それがね、まあ動画内でも何回かやったりはしてるんですけど、ロックバランシングってやつですね。皆さんご存知ですか？まあ要はね、石をこう積んでいく遊びなんですけど、まあ瓦の石とかですね、あのまあどれだけこう不安定な感じで、まあこう芸術作品をつけれるかみたいな、まあそこまで高尚なもんではないんですけど、結構ねあれずっと集中してると、もう本当に1時間とか2時間とかずっと川の中でね石をこう微妙なこの感覚を持って積んでるみたいなね。であれ何がいいかっていうと、やっぱりその集中力が超鍛えられるんですよね。まあそういう感じの遊びに向いてない人も多いとは思うんですけど、でもなんか微妙なこのね、あのズレとかで、あの意外とすごい立ったりとか、ちっちゃい石の上にこんな大きな石が、あの微妙なバランスの感覚でちょっとだけグッとこう気持ちずらしてみると、なんか変な感じで立ったりとかね、あのすごい古代のオーパーツみたいなオブジェクトができたりと か、 なんか結構そういうのが楽しかったりとかして、でまあロックバランシングのコツみたいなのを、まあ今このタイミングで話すのちょっとね、あの膨大な長尺な動画になってしまうので、まああれなんですけど、あのウェブとかインスタとかでね、あのロックバランシングとか調べてみてください。すごい画像が出てきますんで、これ接着剤使ってんじゃねえのとかね、あのこれはなんか裏からなんか支えてるだろうみたいなねことも動画とか画像とか出てくるんですけど、あれ結構本当なんですよね。あれもうああいうの作りたいなと思って自分も始めたんですけど、あそこまではいかなくても、まあ結構ね、まあタイミングとかコツをつかめば、まあちょっと時間はかかりますけど面白い形のものができたりとかしますんで、まあぜひ皆さんもね、まあ、今の時期はちょっとね、あの川に手を入れるの冷たいのでなかなかちょっと難しいかもしれないですけど、まあこう、まあ濡らさない程度であればロックバランシング石積むことできると思いますんで、まあちょっと遊び方の一つの参考にねしていただければと思います。じゃあ次ですね、次はあの本を読むことですね。まあこれ野営地でも電波がないところとかに行って
った時にまあよくやったりするんですけど、この間の動画でもやってましたね。あの本をこう電波がねないところで読むのは結構好きで、なんか電波があるところってなんかちょっとスマホ触っちゃったりとかしません？あの僕結構そうなんですよね。普段からバリバリ本読む人間じゃないんですよ僕。だけどその電波がない野営地行った時にまああえて本を読むっていうのが結構ね楽しみの一つだったりはして、なんかチラチラっと読んだりはするんですけどね、あの焚き火をやりながら、まあっていうのがすごくいい、まあ、雰囲気にも合いますし、なんかね本を読むことはね、あの電波のない野営地では好きなんですよね。この間読んだ本がねとても良くて、それがすごいね焚き火とかあの雰囲気に合っていたんですよね。まあちょっと一応紹介はしておきますけど、この本ですね、この本がねすごく良くて、跳躍世界恋愛詩集っていうやつなんですけど、これねあの知り合いからなんかお年賀的な感じでもらったんですよね。でそれがねなんかとても良くて、なんか恋愛って聞くとね、なんか何言ってんだお前みたいな感じになると思うんですけど、だけどなんかこういろんなこう詩集ですね、とにかく詩が書いてあるもので、なんかすごいあの読みやすいんですよ。とてもこう行間が空いているというかねそういう言い方するとお前バカかって思われちゃうかもしれないですけど、でもこの詩集がねなんか焚き火をこうやりながらポーランド群幕の中にね半分入ってこうね開きながら、ほんと1ページまあ5分もかからんぐらいの感じで見れます。なのでこれ初めてその時のこの間の野営の時に持ってったんですけど、まあ普通に 2,3 時間でね全部読んじゃいましたね。まあその中に結構ねいろんないい詩が書かれてあって、なんかね自分の中でこうグッとくるものとかいっぱいあったんですよね。まあ小難しい本をねまあ持っていくこともあるんですけど、なんか社会学とかねなんかそういう系の本を持ってって読むこともあるんですけど、でもやっぱりなんかライトに楽しむというか、あの焚き火のね雰囲気に一番合うのは詩集だと思いました、この間持ってってみてね。でまあこれは恋愛詩集なんですけど、全然恋愛詩集じゃなくてもいいです。なんかね綺麗な言葉が書いてあるようなものを持っていくのっていうのはすごく一つ楽しみの一つとしてね、僕はあのこの間浮上してきたというか、あの新たに気づいた発見だったのでちょっと共有させていただきました。次はねこれ安全対策にもなるんですけど、あの一人カラオケですね。あのこれ僕いつも山の中でね大声で歌ってるという、まあ本当に何も知らん人がいきなりね山の中で僕みたいなやつが現れたらびっくりすると思いますけど、このねアンカーの、まあいつも僕が紹介する、僕はアンカー信者なんで、アンカーのね Bluetooth スピーカー、これ完全防水なのでお風呂の中でも使ってます。まあこういうのを持っていって、で曲に関しては YouTube ミュージックとかであのオフライン再生できるようにして、ね、プレイリストとか作って、まあジブリとかねまあジブリ好きなんであのよく歌ってるんですけど、まあジブリのプレイリストとかねオフラインで再生できるようにして作っていって、まあスピーカーでこうかけながらまあ歌うと。でまあ寝る時もちょっと人気が本当にない山の中とかはちょっと枕元で音楽かけながら寝るんですよ。まあラジオっていう人もいると思うんですけど、まあちょっとそういう風に音を出しながらね寝ることによって、まあ野生動物の対策にもなるので、まあ遊びとプラス安全対策ということでね、やってることを一人カラオケということでした。まああとはブッシュクラフトなんで、まあウッドワーク、グリーンウッドワークっていうのかな、まああのいろいろなものをスプーン作ったりとか、まあまな板作ったり、まあいろいろなものをこう作ってきましたけど、まあそういうウッドワークっていうのもいいですよね。でもまあ午後からこう行くってなるとやっぱりその日の暮れ方も結構早かったりするんで、いろんな作業があるから、まあウッドワーク系って時間かかりますよね。なんかいろいろ掘り物をしたりとかするのね、あの結構時間かかったりするので、なかなかこう朝っぱらからあのちゃんと最初からね野営地に入れるような時しかやらなかったりとか、まあ、するんですけど、まあ、ウッドワークも一つね楽しいものの一つですよね。とまあこんな感じでね、今日はキャンプの過ごし方というか、まあ遊び方、娯楽っていうのをお話しさせていただきました。まあね、あのいろいろあるとは思うんですが、参考の一つになればね幸いです。こんな感じで屋根アウトドアでは皆さんのアウトドアライフのちょっとお役に立てる情報発信と、キャンプブッシュクラフト欲のそそられるようなね綺麗な映像制作配信を心がけておりますので、ぜひチャンネル登録、あとはグッドボタン一緒に押していただけるととても励みになります。あとツイッター、インスタグラムもね概要欄に載せておきますんで、そちらも合わせてフォローしていただけると、いろいろねお知らせ飛んでいきますんで、まあぜひねそっちでお会いできることも楽しみに待っております。はい、ということで今回屋根屋の厨房がお届けさせていただきました。では皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
そういえば昔使ってたランタンのホヤが割れてそのまま放置してることを今思い出しました。またちょっとホヤを予備買ってね行かないといけないなと思うんですけど、どこで買えるんだろうな、ちょっと知ってる人がいたら教えてください。